どうも、コウスケです。今日はですね、東西アテオさんに車の修理で来させていただいております。でね、今日も、撮影していいということでございますので、トレーラーのご紹介をしていきたいと思います。で、前回のね、動画で 495UL 一番人気のね、ドイツ本国でも一番ですし、日本でも一番人気のモデルをご紹介させていただいたんですけれども、今日はですね、この後ろにある 540UL 一個ね、大きくなった、タイプのトレーラーをご紹介していきたいと思います。まずね、540よりも495が人気っていうのは、やっぱり移動のしやすさとかバランスがすごくいいっていうことだったんですけれども、僕もね、実際495と540迷いまして、最終的に540の方を買ったんですけれども、ちょっとね、その違いを見ていきたいなと思っております。まず大きさからね、見ていきたいんですけれども、どうでしょう、ちょっと比較しましょうか。こっちがね、540外から見た感じ、こっちが540外から見た感じで、こっちが495ですね。若干やっぱり小さいですね。7メーターいくつだっけ、全長が7メートル13センチ。ではね、今外のね、比較をしてたんですけれども、中にね、入って中のレイアウトを見てみましょう。そもそもこれ開く方向逆っすね、540と495で。さっきこっちからいたのこっち開きですね。なんか違いがあるんですね、このちょっとのことなのに。不思議。デラックスだからしっくりくるわ。僕のトレーラーも515UHK の、ね、デラックスなんですけど、中がね、もう僕のやつじゃないかっていう、僕のトレーラーじゃないかっていう、全部一緒なんでね、この辺は。いいですね。じゃあちょっと初見表から見ていきましょう。はい、ではホビーね、540UL デラックスでございます。就寝人数が5名、一緒ですね、495と。で、重さが1410キロ弱ぐらいですかね、ちょっとさっきの覚えてないんですけど495より少しだけ重たいですね。全長が7メートル29センチ。さっき7メートル13センチでしたね、495が。16センチぐらいしか違わないんだ。横幅も一緒ですね、2メートル30。540って言うけど、全長に関してはね、16センチぐらいしか変わらないって、ちょっとびっくりですね。で、車体本体価格が、384万円。4万円しか変わらないですね。まあ、デラックスとプレステージだったので、そのあたりのね、価格差はあるとは思うんですけれども、まあ UL 同じタイプで大きさが大きくなっているのに、まあデラックスというところもあるんですけれども、たった4万円の違い、そこまでだからここは変わらねえぞってことですね。大きさもそこまで変わらないし、不思議。 あと給水タンクも、50リットル、540から50リットルになるみたいな話をね、聞いたことがあります。495までが25リットルっていうね。はい、では、リビングスペースでございます。こちらがね、入ってきて、今入ってきたんですけれども、左側にリビングスペースがあります。540。完全にね、515UHK の後ろ部分と一緒。すごく一緒。ここにね、だからベッドが僕の場合はついてきて、プルダウンしてくるんですけれども、だってそれがないからね、天井はね、すごい広く感じますね。こんな感じです。ちょっとでも540の方が広いのかな、515の方が広いのかな、どうなんだろう。長さがね、若干違うと思うんですけど、まあ僕からしたらね、この540って本当に慣れた大きさだなっていう感じですね。やっぱり495だとね、若干狭く感じますもんね、僕からすると。ずっと最初540だったんで、いや
いいですね。で収納ね、こんな感じ。いや、ただ540になっただけでこのリビングスペース格段にでかいっすよ。やっぱりさっきの495と比べてめちゃくちゃ広くなってると思うな、この U 字。はい、収納もこんなにあります、たくさん。ちょっとね、なんかバラバラにご紹介しちゃってすいません。こんな感じですね。収納も広いし大きい。なんか全然違いますね、495と540の大きさの違いって。数字で見ると16センチ全長が長くなったっていう感じなんですけど、あとリビングのね、入り口のリビングの前にはね、このワイングラスが置けるやつ。これ515よりかなんか広いような気がするけど、気のせいですよね。全部普通アッセンで作りますから一緒のやつ使いますよね。なんか広く感じんな。はい、では次ね、キッチンスペースなんですけれども、540と495で全然違いますね。さっきキッチンこっち側に入り口入って右側にあったんですけど、入り口の正面と515と全く一緒なんですけれども、こんなに違くなるんだっていうね。なんでなんだろう、すごいこう変えるんですね、レイアウトあるんですね、なんか知らないところで。キッチンです。先ほどとね、495でご紹介したキッチンと、まあこの辺りは一緒ですけど、まあ違いますよね。そっち側にすぐにソファーがあって、中はこんな感じですね。こういう感じです。またホイールのカバーがあるという、ここに一番大きいですからね、2段目が。はい、でこんな感じね、フード、換気扇もついてて、で上の収納がこうですよ、こうですよ、こうなっちゃいますよ。こんな感じでございます。広い、入れたい放題、十分なんですからね。実際何日もトレーラーで生活してるけど、こんぐらいのね家で十分なんだと思っちゃいますよね。で、冷蔵庫オープン、こんな感じです。大きいです。冷凍庫も大きいです。この辺りはもう本当に僕の515と全く一緒だから、さっきのねやっぱり雰囲気違いましたもんね。495の時のここのね雰囲気かっこいいなっていう感じでした。この辺りにワードローブがあったりとかして、だからワードローブですね、ワードローブに関しては495の方が広いですね。うん、間違いなく 1.5 倍ぐらい広いと思います、495のワードローブの方が。で、あの丸みがありましたよね、丸みがあった、曲線な感じのねワードローブでした。はい、じゃ次トイレ行きます。お手洗いも全く一緒ですね、515と。どうですか、でも初めて見る方ねいらっしゃると思うんで、ホビーのトイレってこういう感じになってるんですよっていうね。こっからもあったかいのが FF ヒーターのやつが出てきて、トイレもあったかっていうね、セントラルヒーティングでございます。はい、こんな感じです。はい、ベッドルームですね。こちらがツインの、いいっすね、ホテル感がすごい、ホテル感がすごいっすよ、これ大きいし、いいですね。こんな感じです、寝ると170センチの男子が寝てもこんなにゆったり寝れちゃいます。これすごいゆったり感ですよね。これベッドいいわ。でそっちにもね、寝たとしても一人で一つのベッドに寝れるって。二段ベッドなんでね、基本的に515は、それかセミダブルになっちゃうから贅沢ですね。やっぱりこうやって一個のベッドに
天井高がねやっぱり近いとね2段ベッドみたいに落ち着かないですからね、すごいゆっくり寝れますねやっぱりツインのベッドって。で、この下が収納になってるんで、ものすごい入りますよ。これは上げさせてもらうと、はい、こんな感じ、大容量収納が、これが2つあるんですからね、これほぼ前全面収納みたいな感じですよね。だからバランスが取れるということらしいです。前とね後ろのバランスが取りやすい、後ろもね荷物入るし、まあなかなか重たいですよね。キッチンもあるしソファー類もあるから、515のね前がね2段ベッドじゃないツインのタイプのやつがあるんですけど、それはねかなりねバランスがいいっていうことですよね、これを思うと。はい、ということで 540UL のご紹介でございました。前回のね動画で495を、ご紹介させていただいているんですけれども、それのね比較としてね、540UL 見てきたんですけれどもすいません、495UL がね一番人気、まあ、バンバン売れてて、そのプレステージとかデラックスとかそういうカテゴリーがね全て揃ってるらしいです。ただ540に関しては、それが全て揃ってはいないということで、やっぱりね495が一番人気っていうことだったんですけれども、比較させていただいて僕なりの意見としては、いや断然540でしょっていう、その入れる場所とかね駐車する場所とか運転のし心地とかあるんでしょうけれども、中の居住性に関しては本当に 1.5 倍ぐらい大きくなっちゃったんじゃないのっていうぐらい広く感じるのも、この実体験として、はい、向こうも495も入って540も入って全然大きさがこんなに違うのっていうぐらい、違うなと。ちょっとの違いじゃないですね、なんかこの大きさの違いっていうのは、まあ、リビングの広さもそうですし、キッチン周りのところ、まあベッドルームの方はねそんなに変わらないのかもしれないんですけども、そこさえもなんかね全然大きくなってるような気さえしてしまいました。で引っ張り心地に関しては多少ね違うっていう、もうでもほんとちょっとの違いですよっていうことでね、さっきご説明を受けたんですけれども、まあ、ちょっとの違いだったらね僕はもう全然わからないと思いますので、まあ外から見ても495の方は小さかったんでコンパクトなんでしょうけど、まあそこまでねもう変わらないでしょ495も540もって思います。まあ540もねもともと持っているので495を引っ張ったことないからわからないんですけれども、まあでもやっぱりねキャンプ場について中の居住性っていうのが僕一番大切だと思うんで、移動はしょうがない頑張るっていうところだけど、やっぱり中のね住み心地っていうのがやっぱり一番時間をね使うところなので、キャンプをしてても旅をしててもやっぱそこの居住性がいいっていうのはね僕の中ではやっぱりかけがえのない部分だなと思いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。あんまりねこっち収納とかやらなかったんですけど収納もねたくさんありますよ。収納もやっときます、収納もやっときましょうか。はい、ベッドの上の収納もねこんな感じで広いです。エアコンが来るとしたらここに来るんでしょうね、多分広い、うん、十分ですね、素晴らしいです。いつもねここのね部分ね迷っちゃうんですけど、何置こうかってなんかあまり置きすぎるとね汚いし落ちてきても嫌だなと思うんでね、そんなにねここにこんなに入れるのかっていうぐらいこれあるんですけど、何に使うんですかね、なんか。はい、ということで今回の動画がね、もしよかったら高評価コメントいただけたら嬉しいなと思います。あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムもやっておりますのでね、ぜひ、概要欄に貼っておきますので覗きに来てください。ありがとうございました。セブンピーポーインマイファミリーでございます。じゃあバイバーイ。